松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。